よこの風景、マジありえねえ。何が？何がって、こんな何にもないところでなんか楽しいことあるわけ？キノコ狩りに来てるんでしょ。最初の目的はそうだったんだけどさ。そうだったってどういうことよ。まあいいじゃん、楽しみは最後に撮っとこうかなって。何考えてんの？あんま悪いこと考えてないって。ねえ、クリちゃん、クリちゃん、大丈夫か？あいつちょっと暗すぎじゃねえ。初めだけでしょ、話せば仲良くなる。本当かよ、パソコンの中じゃないとまともに話せないんじゃないの？お前たちがボヤボヤしてるから迷ったんだろうがよ。本当に分かってんのかよ。どこが日本一キノコが取れる山だよ。もうやってらんねえよ。ちょっと休みましょうよ。お前なんか言えよ。クニ君、お前よ、チャットの時とは違ってえらく威勢ねえじゃん。そんなことは。ハキハキ喋ってみろよ、オタク君。今、実家なの？両親と兄貴の4人暮らし。いいなあ。私なんかおばあちゃんと2人だから。おばあちゃんと両親は？小さい頃にね、亡くなっちゃったらしいんだ。ごめん、悪いこと聞いちゃった。ううん、おばあちゃん子だからね、よく考え方がババ臭いって言われんの。そうかな。私、女の子っぽくないでしょ。今時の女の子よりはしっかりしてるよね。みんな20歳過ぎても子供だもん。でも童顔だし、恋愛対象にはならないでしょ。いや、そんなことないよ。おい、そんなとこでイチャイチャしないで先行くぞ。そこの人、止まりなさい。はい。何ですか、おじいさん。じじい、なんだよ。これからどちらへ向かわれるのじゃ。あ、じじいに関係ねえだろ。あのこの先の山なんですが。ダメなんですか？おい、つまんねえこと言ってんじゃねえ。今あんたたちが登ろうとしている方角は地元のものでも分け入らん場所じゃ。おい、じじい、なんでダメなんだ。